どうも、ムヒケンです。本日は月曜日、定休日なのですが、ちょっとお袋をね、病院にまた付き添いたいと思います。なので、よし、ちょっと実家の方へ行ってきます。今お袋の病院に着きました。今日は立体駐車場の方に入れております。もう病院の入り口でね、お袋を最初に下ろしてね、受付を最初にしてもらってます。では行ってきます。今お袋の診察待ちの間1時間ぐらいかかるので、お袋とコーヒーを飲んでます。うまい。ここも病院内です。今お袋診察の順番待ちで、まだまだかかりそうなので、タバコを吸えるとこがないかなってきたんですが、ここも禁煙ですね。今入院手続きも終わりまして、時間は午後3時です。朝9時に来て午後3時今すべてが終わって、お袋は中でお薬を処方してもらってるところですね。いやいや、すごいっすよ。朝9時に病院に来て午後3時、今3時半ぐらいか。今日はすごかったな。入院手続きもやって、いろんなところを払い回しにされて、この時間です。はい、今お袋を実家に送り届けて、帰りの東名ですね。今日も検査の結果は数値は前回と変わらない、まあいい方だと。で、お正月明けて6日の月曜日に入院という形になりましたね。まあやっぱりね、本人がちょっとね、ちゃんと前向きになってるんで、なんかいい感じだと思います。まあちょっとそれとあれですね、食欲があるっていうのがやっぱいいですね。今も帰りにちょっとスーパー寄ってなんつって言ってね、今日肉食べたいのなんて肉買ってたんでまあいいことかなって思います。よし、そんな感じで帰ります。